はい、皆様おはようございます。毎日飲みすぎております。なんかね、もう昨日も飲みすぎちゃった、なんかさっぱりしたもん食べたいなみたいな感じで、本日はこちらです。豚肉、これを使ってね、一品作っていきたいと思います。まずですね、この豚肉ですね、肩ロースとかね、もも、ロースとかね、とんかつ用のお肉ですね。このまずね、縁に筋がね、少しございますので、こういうところをね、包丁で切ってください。これをね、やらないと、加熱した時にね、豚肉がポロポロンとかね、丸まってしまうことがございますのでね、その辺しっかり、筋切りをしていっていただきたいと思われます。はい、そうしましたらね、肉叩きでね、カン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 ですね。はい、ちょっとね、叩いて、お肉の繊維をね、ちょっと破壊して柔らかくねしていこうではないかということでございます。はい、このぐらいで、OKOK でございます。それではね、これを天ぷらにしていきます。はい、それではね、豚肉の方をね、天ぷらにしていきたいと思います。まずですね、いつものようにね、片栗粉をね、まんべんなくうちうちうち粉ですね、してください。そしてね、無駄な片栗粉は必ずね、バンバンバンとね、器に戻してください。そうしましたらこちらですね、はい、天ぷら粉でございます。天ぷら粉の割合ね、もう皆様覚えていただいていると思います。まあ念のために言っておきますと、水が 1.5 の天ぷら粉が1の割合でございます。まんべんなくつけまして、あとはですね、この中ですね、はい、180度ですね、180度に熱した油の中にドックンドックンですね、ドックンドックンが入りました。そしてね、ちょっと上からね、天ぷら粉をね、ガンガンガンとね、少しこうやってね、かけてあげてください。業界ではね、花を咲かすと言います。ね、天ぷららしくなるためにね、やってみてはいかがでしょうか。それではね、天ぷら上がるのを待ちたいと思います。まだね、半分ぐらいね、お肉は沈んでるの分かりますでしょうか。これがね、完全に上の方に浮いてきたら仕上がりとなります。それではまた後ほどお会いいたしましょう。はい、豚肉をね、投入してから3分が経ちました。分かりますでしょうか。だいぶね、油の上にね、天ぷら浮いてまいりました。でもね、だいたい3分ぐらいで、ね、大丈夫じゃないかと思われますよね。ちょっとこれを引き上げておきます。はい、よくね、油を切ってください。はい、そしてね、揚げ台でさらに油を切ると、はい、もうこの時にはですね、必ず油の火はね、止めてください。もういつも言っておりますが、ね、お肉1枚揚げて火星などね、落としてしまったら本当に見ましたもございませんのでね、必ずですね、ネタを揚げたら油の火は消すと、ね、もうこれはもう必ずね、やっていただきたいと思います。はい、それではね、トンテンですね、トンテンの方を盛り付けて食べてみたいと思います。うまそうです。はい、それではね、トンテンですね、トンの天ぷら、トンテンでございます。これをね、切っていきたいと思います。まあね、お好きな大きさに切っていただければ幸いかと思われます。これは薄い方がいいよ、私は厚い方がいいよとね、好みはございます。ちょっとね、確認してみましょう。はい、綺麗にね、揚がっております。そうしましたらね、お皿の方にこれを盛り付けていくわけでございますが、その前にですね、このお皿の上にですね、たっぷりの鬼スラですね、オニオンスライス、オニオンスライスのね、作り方は別動画にね、ございますので、そちらの方を参照いただければ幸いかと思われます。はい、たっぷりたっぷりですね。はい、そしてここに、トンテンですね。はい、トンテンをのっけます。はい、こんな感じになります。そしてね、彩りのネギをパラランランですね。はい、完成でございます。それではね、テーブルの方に運んで食していきたいと思います。テーブルの方にですね、トンテン運んでまいりました。非常にね、うまそうでございます。豚肉のね、油のいい香りがね、漂っております。はい、それではね、いただいてみたいと思います。何で食べるのみたいなね、このままあのお醤油ぶっかけちゃってもね、天つゆでもね、大丈夫だと思いますが、ポン酢ですね、さっぱりとポン酢、これでね、いってみたいと思います。それではね、いただいてみたいと思いますね。この玉ねぎね、オニオンスライスをカンカンカンと入れてね、まあ、オニオンスライス動脈硬化予防とかね、いろいろな効果がございます。それではね、いただいてみたいと思います。いただきます。熱そうです。いただきます。
この豚肉の芳醇な甘みとオニオンスライスのシャキシャキ感、そしてねポン酢の酸味、もうこの酸味一体となってもう飯進むこと間違いなしでございます。いただきます。最高最高最高ではありませんか。もう本当うまいです。いただきます。おいしいございます。はい、それでは本日の最後まで無駄なしまかない道場をご視聴誠にありがとうございます。本日はですね、豚肉の天ぷら、豚の天ぷら、豚天ですね、豚天の作り方を動画にしてみました。なんかね、豚カツとかにね飽きた時にはたまには天ぷらで召し上がってみてはいかがでしょうか。それでは失礼いたします。うまいです。最高。豚天。